しばし率いる将兵は反戦の真実を見抜く、それが私の役目。父が取る戦術ならば概ね把握しています。私が先駆けとなりそれを打ち破りましょう。ええ、四条殿はあなたを信じた。だから私もあなたを信じようと思う。ありがたいお言葉です。でも資源殿は大丈夫かしら。共回りは少なく行方もまだわからない。いえ、ここで悩んでいても仕方ない。急ぎましょう。今なら資源殿を救えるはず。俺と元気は城内で兄上を探す。果汁と諸葛丹は敵の攻勢を退けろ。兄上、お無事でいてください。あなたがいなくなると。四条殿、もっと大きく構えて。今はあなたがこの軍を率いているのだから。わいしょうに使われちゃう。頭の私を救ってくださった。今度は私があの方をお助けする番だ。死骸は私の意思である。思っていたよりよろしくない状況ね。ああ、できるとやるしかない。誰かが兄の情報を知ってるかもしれない。来い、我が治癒で葬ってくれるわ。活躍、私も見習わなくては。島一族の横暴を許すな。みんなかかれ。お仕置きよ。兄上はどこだ。知らないなら邪魔しないでくれよ。お願いできますか。承知した。各白星、
命をかけて果たしてみせよう。いや、無能で
子はうんざり。兄上、父はどうなるかと思いましたよ。しばし殿、ご無事ですか。本当によかった。しばし殿、あなたはここで死ぬ人ではない。カカイ、頑張ってくれるのはいいんだが、お前大丈夫か。心配には及びません。しばし殿の世を見るまで生き延びましょう。資源殿、ご無事で何よりです。お顔を見て安心しました。今のままにし、帝を脅かす逆賊め、ここに消えない。やめください。父上は道を外されたのです。おのれ、この親をいさめるか。この分際で親を離せ。くそ、俺は離せ。お別れです、父上。文を。おかげで救われたぞ。皆にも感謝する。我が天命、お前たちがあって保たれたのだな。兄上、おけがは？大事ない。未だ道半ば、我らの手で必ずや天下を正すのだ。司馬将らは奮戦し、巨匠郊外で文金の急襲を撃退。敵に包囲された司馬氏も傷を負いながらも死地を脱した。この戦で文金を捕縛した司馬氏は洛陽へと連行後にこれを書断。文金の姿は司馬氏への範囲の末路を軍心に示すこととなった。こうして魏は司馬氏のもと体制を盤石のものとした。司馬氏一派否、才ある者らにより導かれる世、これを天下へと押し広げ、次の時代を開く。己の天命を確信し、理想へとひた進む司馬氏。その兄の背を追うように、大気を秘め前へ進む司馬将。そして、兄弟と共に新たな時代を目指す俊英たち。乱世を終え、その先へ。若者たちの視線は、揚々たる明日を見る。しばし殿、お怪我の具合は？大行な、動けぬような傷ではない。兄上、それは。この傷は私の弱さ、消すことも忘れることもできぬ。だが捨てる、この仮面はその誓いだ。はははおかしいか、将。いいえ、兄上らしい。やっぱりお強いなぁと。天命我にあり。
義の内は正した。これより呉蜀を制し、愚か者が跋扈する乱世を終える。旦那様、ご覧あそばせ。隠居は正解でしたでしょ。いいぞ、し、しょう。それでこそ我が息子たちだ。行くぞ、才ある者らよ。この芝資源と共に天下をつかむのだ。